イソヒヨドリモンアッコラソリトリスは、スズメメ、ヒタキカに分類される鳥の一種。アフリカとユーラシア大陸に広く分布し、ワミオ通り海岸や岩山などで多く見られる。イソウや岩場に多く生息し、外見がヒヨドリに似ていることからこのワミオがついているが、鳥類学上では、ヒヨドリカではなくヒタキカに分類されており、全く別の鳥である。アフリカから、ユーラシア大陸、 インドネシア、ニューギニアまで広く分布する。体長は23センチメートルほどで、ヒヨドリよりは少し小さい。体色はアシュによって異なるが、日本に分布するアシュ、イソヒヨドリ MS エエフィリップンシスでは、オスは頭から喉及び背部が暗青色、胸腹部がレンガ色のような赤葛色、翼が黒と鮮やかに色分けされる。一方、メスは全身が うずら模様の茶褐色で薄い水色が入っている。鱗のような模様があり、雌雄の区別は容易であるが、若鳥のオスはメスの個体と金字の灰色をしており、雌雄の区別がしづらい。繁殖期が近づくと、正面の腹の下部からだんだん赤褐色に変色してゆく。イソヒヨドリは、世界的には標高2000から4000メートルの高山の岩石地帯に生息する鳥である。 日本ではかつては、磯や港など海岸周辺が主要な生息地域であったが、1980年頃から内陸部の地方都市で繁殖が確認されるようになり、2000年代に入ってその数はさらに増加している。2019年現在では、関東、近畿など大都市圏で見かけることも珍しくなく、電線や看板に止まっていたり、 住宅地やビルの間を飛び回る姿を見かけたり、綺麗な鳴き声を聞くことができる。オスは青い部分が多いため、幸せの青い鳥と呼ばれることもある。主に地上で餌を探し、肉食甲殻類や昆虫類、トカゲなど、いろいろな小動物を捕食する。カラスなどと同じく人の食べ残しも食べるため、スズメすら存在しない小笠原諸島においては、 人家の周囲でイソヒヨドリがゴミ捨てバスなどりなどをしている光景も見られる。単独行動で群れは作らない。つがいでさえ距離を取ることがある。春にはつぐみか特有の清涼のある微生でさえずる。その小羽根と節回しは複雑である。また繁殖期以外でも天気の良い日はさえずることが知られている。通常は岩の隙間などに映像するが都市部では ビルの屋上、屋根の隙間、通風口などに映像することもある。産卵は地域によって差があるが、本州では5月初旬頃に行われる。巣は枯れた雑草などの寄せ集めである。通常は5、6個程度の卵を産む。ヒナは濃いネズミ色を押し、2週間程度で巣立つ。この間、オスのみが餌を運ぶ。南西諸島などに稀にトライするアシュ。 青原イソヒりドリ m s パンドウのオスは、全身青色である。モンアッコラソリトリスフィリップンシス、イソヒヨドリ、レッド、ベリードロックスラッシュモンアッコラソリトリスパンドウ、青原イソヒり、ドリ、ブルーロックスラッシュモンアッコラソリトリスマドシモンアッコラ、ソリトリスロンロストリスモンアッコラソリトリスソリトリス。ありがとうございます。